はい、皆さんこんにちは、こんばんは、キーちゃんでございます。はい、今回は、すっぴんで、何もしてない状態で、撮ってるんですけども、ちょっとね更新が空いてしまいました。5月5日の、スーナーズの、ライブに行って、その後からねもっと質問コーナーのやつとかこれからまあ撮るんですけど、撮っていこうと思った矢先にまたコロナにかかってしまいました。ライブ会場でかかったとも言えないし、渋谷からね原宿まで歩いたところとかで人が多いから感染するとか、まあ、いろんなとこでねリスクはあったんですけども、今後ね出るであろう動画をもうすでに出してあるとあの時は思っていたけどもね、5月5日普通にライブを見て、でその後帰ってきて疲れたから寝るって感じで、で次の日もなんか疲労感はあったけども普通にこなしていたんですけども、火曜日の夜あたりからなんか腰が痛い、すんごい痛いと思って、まあ疲れなのかなって最近っていうかもうね、あんまりさ在宅で仕事してるから朝ウォーキングとか行くとかちょっと動き回るぐらいしか運動はしてないし、なんか疲れだろうと思っていたんですよ。そしたらその火曜日の深夜に咳がやたら出て寝れなくて、ん?と思ったんですよ。でコロナって潜伏期間っていうのがあるんですよね。でちょうど3日後ぐらいかな、水曜日の朝に発症しましてですね、その夜咳が止まらないけど、まあ朝普通に起きたんですね、一応寝不足ながら。で寝不足の時でも体重い時あるからそれかなと思ったけど、なんか腰も痛いしなんかおかしいなと思って熱を測ったら38度出まして、これってもしかして、あでもインフルも可能性あるし、ただの風邪っていうのもねもちろんあるから一概にこう判断はできなくて、で一日様子見て無理だったら病院かなと思ってたんだけど、近くに病院あるかを検索したらあって、で私引っ越してきても1年半も経たないけど、まあ結構もう1年半未満ぐらいになったんですけど、内科というものは駅の方じゃないとなくって、前の家はね駅の方ばっかだったから、でも8度ある中で電車も乗っちゃいけないだろうし、もしかしたらもしかするから、で一応探したらあって、で自転車で8度あってもなんか平気そうだったから行ったんですよ。一応電話して予約制だったんで、そしたらこれから来てくださいっていうのが午前中のもう12時もうすぐなるぞってぐらいで、で午後はいないんで午前中今から来てくれませんかって言われたんですね。電話するまではまあ明日とか午後とかにしてもらうと思ってたんだけど、じゃあ分かりました行きますって言って行って、で検査ってさ今まあ優勝になったから、だけど希望しようと思って、うちは宅急便とかそのね人と数秒だろうが接する機会も多いんですよね。物が届いたりが企業さんから届くことも多いですし、あちょっと念のためやっとこうと思ってやったら陽性が出て、それでそのまま5日ぐらい待機、自宅で療養してくださいって言われて、それで今療養明けから2日後ぐらいなんですけど、帰ってきてもうとにかく節々というとか、なんて言うんだろうな、熱はあるから体が重いはずなんだけど、でも本当に重い時の症状とはちょっと違ってまだ動けたんです。だから自分でアイス飲んとかこう冷やす、私はバスタオルというかこうこのぐらいのミニタオルぐらいのに氷を入れて首から冷やしたり、あとこっち頭巻いて冷やしてってずっと寝てましたね。
もうね、時間関係なく寝れるの、ほんと。あんなに寝れたのって、こういう時ぐらいしかないと思って。で、1日経ったら、熱が下がりました。で、夜になるとちょっと上がってきても、7.3 とか 7.5 度。まあ、微熱程度しか上がらなくなって、その次の日からは、やっぱちょっと7度ぐらいには行くけど、そんなになんなくて。で、それと同時に咳が、今までそんな発症した時しか咳は出なかったんですけど、まあ咳がまたその辺から出だして、夜に咳がすごいんですよ。なので、睡眠があれだけ寝れたのが、嘘みたいに睡眠がちょっとできないというか、咳で起こされるみたいな感じで。で、なんか喉は痛くないんですけど、ちょっと違和感がある感じがあって、だから1回目のコロナの時よりは全然ひどくはなく、まあ最初熱8度出るっていうのが、私は普段は8度なんて出すことはないので、あれって疑ったから今こうしてね、あの病院にも行ってちゃんと原因を追求してっていうのをやったんですけども、いやーなんかびっくりしたね。でそんなにひどくならなくて、今もこうして喋ってるとね、不意に咳込んだりとかしちゃうぐらいなんですけど、でも普通に動けるし、まあ片付けをね、これからこれを取ったらやろうと思ってたりとか、もうね溜まってるんですよ今まで、あの置き配にしてたものが。陽性だったから人に会わないから、ドアにね、陽性だったのですって置き配にしてくださいみたいな紙を貼ってあったんですよ。そしたら不意に開けると4個とか5個とか置いてあって、それがね今積んであるんですよね。ちょっと後ろに見えるけど、そうとかこういうのが積んであるので、まあそれもいずれ投稿しなきゃなんないものでもあるのでね、出してどんどん出していかなきゃっていうのとかあるんですけど、まあ YouTube もねちょっと声がお聞き苦しいんですけど、報告動画をまず撮りたいと思ってって言って今撮ってる感じです。で今後は質問コーナーであったりとか、リクエストいただいてるものをね徐々に撮っていくんですけど、まあ開かないようにはしたいんだけどね。前1回目のコロナにかかった時はもう早く復帰したい、あーもう忙しくなってきた、で 2,3 ヶ月後にまた微熱が出て体調を崩してしまったっていう経緯があるので、そんなに慌てずに、あの頃と違うのはもう完全在宅ワークになったっていう感じなので、あの会社さんに行ってね働いてるとかでは今のところはないので、あの自分のペースでね、今自分がやんなきゃいけないことがあるけど、それはもうかかった時点でご連絡は行ってるので、まあ安心はしてるとはいえ早めに出したいなって感じはあります。で食事だったんですけど、私一人暮らしだし、あんまりしたくなかったネットスーパーとか、あのウーバーイーツとか、ああいうところを使いつつ、の発症して次の日かな、が父がね持ってきてくれたんですよね。で母が買い物して、父が仕事帰りに持ってきてくれて、ドアノブにかけて帰ってくれたんですけど、すごくありがたかったんですけど、なんでその他はネットスーパーとか、うん、利用しながらね。ネットスーパーってさ、すごい送料とか500円しちゃうんだよね。だから本当に買った時より高くついてしまうので、あんまり使わないんですけども、まあこういう時は仕方ないので使ったりとかしたんですけども、はい。なのでなんとかね、もう今は家にはいるけど、まあ普通に出かけてもいい期間になったので、まあ買い出しとかもまた一体できるんですけども、そうね、あとは夜中の咳が、なかなか収まらないので、そこがちょっとっていう感じで、で昨日の夜はね、夜には出なかったから結構寝れたんだけど、でも時間構わずに出るようにこのなってきたから、それがちょっとね、あの収まればいいなって感じはあります。そんな感じでですね、なった発症した時に
つぶやかなかったんですけど、実はコロナでしたみたいな報告とともにちょっと話をしてみました。で、まあ両親は別に言わなくてもいいんだけどね、よく電話もかかってくるし、まあ声とかでバレちゃうと思うので、出ないのもなんか不自然だし、なので実はこうなっちゃったみたいな感じで、もう病院行く前から一応お話はしてあって、あとはもう本当にごく一部だよね。 2,3 人にしか言わなかったな。うん、いつどこで誰がかかるかわからないので、はい、まあ風邪ひくとかも突然だったりするから、それと同じ感じではあるけども、やっぱり他の風邪とかより、まあインフルも結構時間かかるっぽいけど、私インフルにはかかったことがないのでなんとも言えないですけども、まあ結構時間はかかりますよね。あとコロナというのは後遺症が出る方もねいるので、ちょっと良くなった良かったと思ったら突然ね微熱が出る私みたいなタイプの人もいるかもしれないし、他のところがね実は病気だったっていうこととかもねなったりとかあるし、そうだからね、ちょっとこれからどうなっていくかわからないんですけど、とりあえずマイペースに、活動を再開をして、いきます。はい、っていうわけで急にね十何日も確か空いちゃってたので、 SNS 見てない方とかもいると思うのでね、どうしたんだってなった方いたら、もし、はい、こういうことだったのでありがとうございます。ご心配かけていたらすいませんでした。っていうことで、はい、お知らせと、まあ、活動再開みたいな感じで載せていきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。次からは普通の、動画になりますので、皆さんよろしくお願いします。それではバイバーイ。